多重国籍。多重国籍とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。主国二席ともいい、二つならば二重国籍。大役として主役二席であることは、個々人には、差したる害は生じないので制約しなくても構わないという意見も存在しているが、単一の国籍しか持てないことが原則であり、法整備上の問題などで、制限付きや、政治家や、 公務員ではないもののみに認められている国がある。多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務、兵役などの履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で、紛起を生じる場合がある。このような不都合を避けるために1930年に国籍の定職についてのある、主な問題に関する条約、二重国籍のある、 場合における軍事的義務に関する規定書、無国籍のある場合における規定、無国籍に関する特別規定書、未発行が締結されているが、当事国は20カ国にとどまっており、日本は署名したが結局批准や加入に至らなかった。この国籍定職条約では、全文で全ての人が国籍を持ち、各人が持つ国籍は一つのみであるべき、国籍単一の原則、または 国籍唯一の原則であり、無国籍と二重国籍の廃止が理想で国際社会の一般的利益であるとしている。しかしながら、現代では主義二籍を認める国も多いことから、国籍唯一の原則は絶対的な理想ではなく、現実的にも国際的数勢ではない、との見方もある。他方、国籍自由の原則という考えもあるが、これは、 国籍の変更の自由などを意味し、多重国籍の自由を意味しない。多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがあるが、他方、短所としては、主権在民の観点から、複数の国の主権者として振る舞うことの矛盾が挙げられる。例えば、韓国は、兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合などは、 韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるためそのような矛盾は発生しないとされる。このほか、犯罪人の引き渡し、銃婚などが挙げられている。船舶の国籍、船籍は基本的に一つに限られるが便義地席船対策として第二船籍制度が登場している。航空機は 多重国籍が禁止されており、外国へ売却する前に登録を抹消して、無国籍とし、購入者が新規登録する。出生したこの国籍取得の形式には、血統主義と出生地主義がある。血統主義とは、親が自国民であれば子も自国民であるとする方式で、父親が自国民であることを要件とする場合は、不軽優先血統義と、 父母どちらかが自国民であれば子も自国民となる。場合は、父母両系血統主義という。日本、中華人民共和国、大韓民国、イタリア、ノルウェー、フィンランドなどの国々で採用されている。原則として、血統主義であるが、出生地主義を認める、例外規定を設けている国には、イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシアなどがある。 出生地主義とは、自国の領域内で出生した子は、両親の国籍に関わらず自国民であるとする方式である。かつて、ヨーロッパ諸国も、血統主義が一般的であったが、アメリカ独立、フランス革命を経て、出生地主義が一部の国で採用されるようになった。出生地主義の国には、アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジルなどがある。 ヨーロッパでは1997年の国籍に関するヨーロッパ条約において、域内の国際結婚などで多重国籍となった場合には成人するまで容認するという規定が盛り込まれたため、オーストリア・ブルガリアなどのように二重国籍を認めない国では出生時に2つの市民権を持つ場合、相手国の法律で自国籍離脱が不可能な場合は例外として容認されている。また、 多重国籍を認めている国でも政府要職に就任する人物が多重国籍である場合は国家の権力行使において問題視されることがあるため多重国籍者の政府要職者就任禁止が規定されているとがあり法の名分で禁止されていなくても多重国籍を公表した上で他国籍離脱の検討及び国家に対する忠誠に問題ないか厳しく問われる 社会文化となっている国もある国籍に関しては国ごとに基準を設け国ごとに決定されている一国を超える市民権を得る状況になった時にどちらかの国に法の規定がない場合は二重国籍が発生しうる認めている国でもロシアのように二重国籍の取得は避けるべきものと考えている国もあるアメリカ合衆国では 多重国籍者の存在を認めてはいるものの、積極的には容認していない。アメリカ合衆国国務省も公式に、多重国籍は、租税回避やテロ対策のために推奨しないとしている。出生時に、自動的に他国の国籍を得た場合は、アメリカ国籍に影響を与えないが、アメリカ人は、米国籍を放棄する意思を持って、自ら、アメリカ以外の国籍を得た場合は、 米国移民国籍法によってアメリカ国籍を失う可能性がある。米政府が多重国籍を公式に支持しない理由はアメリカ国民が国民に義務を要求する場合に他方の国の法律と反するような状況に陥ったり、また二重国籍者が他方の国で問題となった場合、米政府が自国民として保護することが制限される場合があるためとしている。さらに新たに アメリカ合衆国市民となる移民は、アメリカ合衆国に対して、忠誠を誓う宣誓を、宣誓式で行うこと、以前保持したすべての外国への忠誠の放棄、法律が定めた場合の兵役従事、内外の敵等国防などの誓いが必要とされる。二重国籍者は、CIA や国務省での機密を扱う職への応募資格を失うことがある。 1967年の連邦最高裁では、死月二隻の権利が、憲法修正第14条第1節、市民権条項を基づいて認められているとする判例が、出ている。民間資料によれば、オランダ、オーストリア、アンドラ、ノルウェー、グリーンランド、ベラルーシ、エストニア、モナコ、モルドバ、スロバキア、ウクライナ、ボスニア、ヘルツェゴビナ、サマリノ、 アゼルバイジャンブルガリアジョージアなどでは一定条件下での多重国籍を認めており欧州連合加盟国では出生時に2つの市民権所持で成人以前相手国の法律で自国籍離脱が可能な場合は例外として容認されているスペインではラテン系やスペイン語圏の国家の二重国籍の場合にのみ認めているポーランドでは 他国の市民権を持つ者は非多重国籍者同様に防衛の義務を負うことが求められている。いくつかの州では二重国籍を認識せずに他国の市民権を取得した時に自動的に以前の市民権を失うことがある。フィンランドではウクライナをめぐるロシアと EU の緊張関係を背景に2017年にロシアとの二重国籍者に対してフィンランド軍への入隊を認めないとともに 現職士官も機密情報へアクセスできるポションから外し、また外務省での採用を見送った。さらに、ロシアとの二重国籍者について、政府全体としても二重国籍者の重要公職への就任制限を検討中であると報じられた。同年には、フィンランドの防具用機関は二重国籍保持者が、ロシアのスパイとして勧誘されていると警告した。 ロシアでは二重国籍は公職者以外は認められているが、国籍や保有する他国の市民権の取得が犯罪である。2014年2月以降、アメリカの市民権取得者のように厳密な中性宣言と他国の市民権、国を取得した場合に2ヶ月以内に、ロシア連邦移民局に届け出をしなければならず、違反した場合は500から1000ルーブル、約1500から3000円の罰金が課され、 意図的に隠した場合は20万ルーブル、約60万円の罰金か400時間の労働刑がある。イスラエルで多重国籍は認められているが、多重国籍者も非多重国籍者と共に、兵役義務を負う。バーレーン、オマーン、カタール、サウジ、アラビア、クウェイとアラブ、主張国連邦、イエメンなどは二重国籍は認められていない。アフリカの内南アフリカ共和国、エジプト、 エリトリアでは他国の国籍を取得するときに自国の国籍を維持するためには許可を必要とする。ボツワナコンゴ民主共和国エチオピアジブチモザンビーク、ジンバブエスワジランドなどでは原則認められていない。アルゼンチンは自国民の国籍離脱を認めていないため他国の国籍を取得すると必然的に二重国籍となる。ブラジルは 憲法第十二条第四項の規定により国籍離脱を認めているが複雑な手続きを必要とするため非常に難しい1991年以降コロンビア、ドミニカ、エクアドル、コスタリカ、ブラジル、メキシコの順に国籍を有しながら外国に移住した国民の二重国籍をめる法改正を行っているハイチでは2012年に二重国籍は合法化された キューバスリナムバハマハイチベネズエラなどでは二重国籍は禁止または制限されている。太平洋地域や日本、中国、香港、マカオを含むインドインドネシア対バトナムマレーシアなどアジアの多くの国は国籍選択年齢に達していないもの以外の二重国籍を制限または禁止している。パキスタンでは特定の国家の二重国籍のみ認めている。イラン。 北朝鮮では他国の国籍を取得しても自国の国籍を放棄することは困難、不可能となっている。オーストラリア、フィジー、ニュージーランド、フィリピン、サモア、バヌアツでは二重国籍が認められている。フィリピン、オーストラリア、フィジーは二重国籍、認められているが公職者になることは禁止している。ニュージーランドでは国益に反したり、 他国を重視しているなど市民権の付与が不適切と判断された場合は剥奪できる。オーストラリア憲法44条 A 項は多重国籍者が選挙で公職に就くことを禁止している。オーストラリアでは二重国籍をめぐる問題によって2017年に上下両院で10人が辞任に追い込まれ、さらに2018年にも裁判で5人の議員資格が無効とされ、 与党の会員での過半数に影響が出かねない事態となり、政界を不安定化させるまでに至った。1984年の国籍法改正で20歳に達する以前に日本国籍と共に外国の国籍を持つ多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで20歳に達した後に多重国籍となった場合は、 多重国籍となったから2年以内が国籍選択をすべき期限とされている。しかし日本国籍を選択した場合であっても外国国籍の喪失は当該外国の法令によるため日本国籍選択だけでは他国の離脱手続きをしなと、外国国籍喪失を意味するものではない点に注意が必要である。多重国籍状態の解消には外国国籍を離脱した場合には 外国国籍喪失届、外国の法令により、外国国籍を選択した場合には、国籍室届を、市区町村、役場または外国にある日本の大使館、領事館に提出する必要がある。1985年、またはそれ以降に、自己の死亡によらずに、日本以外の国籍を取得した場合、出生、結婚など、期限までに、国籍の選択をしなかった時には、 法務大臣から国籍選択の再告を受け、場合によっては日本国籍を失う可能性がある。2008年の法務大臣の国会答弁によると、これまでに国籍選択の再告を受けた人はいない。1984年以前に、すでに多重国籍であった日本人は日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。 また、日本の国籍の選択を宣言した者は、外国国籍離脱に努めなければならず、外国国籍を失っていない者が、事故の死亡によりその外国の公務員の職、その国の国籍を有しない者であっても、就任することができる職を除くに就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると、認めるときは、 法務大臣はそのものに対し日本国籍の喪失宣告をすることができる。多重国籍を自覚している日本国籍保有者が日本国のパスポートの取得において旅券申請書を提出する際に外国籍を保有していないと虚偽の申請をした場合は旅券法第23条の規定により刑事罰の対象となる可能性がある。また、 日本に帰化したものの原国籍国が国籍放棄を認めない場合などは結果的に二重国籍となる。外交官等の外務公務員については外国の国籍を有することを結核自由としており、人事院は人事院規則第9条2項において国家公務員の外務省専門職員採用試験の受験資格につき外国の国籍を有することを結核自由としている。 国家公務員については、法律上の直接規定はないが、他省庁のキャリア官僚の場合は多くは、外務省における在外交換への出向が想定されている、人事づくりから多重国籍者は事実上制限されている。日本国民が外国の国籍も有する多重国籍であることは、公職選挙法上、非選挙権の結核自由には該当しない。また、 外国の国籍を有する日本国民が国務大臣や内閣総理大臣になることにも法律の規制はないが国会議員から起用されることも想定されている外務、公務員、全権委員や特派大使などに就任することはできず選挙で当選しても国籍法により日本国籍を失った場合は非選挙喪失という形で公職を失職となる また、日本国籍を持っていた者が他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から実質的な多重国籍者になることがある。国籍法第11条の規定により他国の国籍を取得した者、すなわち他国に帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし、帰化の事実が発生したところで外国政府が日本政府に その事実を通知するようなシステムもないため、現実的には日本政府はこうした帰化の事実を自動的に把握することができない。そのため、戸籍法では国籍離脱者に対して国籍喪失の届出を義務づけているが、罰則はなく届出が徹底されていない。国籍喪失の届出がなされないと日本国民としての戸籍がなお日本に残存し続けるため、結果的に 多重国籍者のような取り扱いになってしまう余地が損する。1949年に制定され、1979年に廃止された外国人の財産取得に関する政令では、政令の施行地に住所を有する者を除き、日本国籍と外国籍を保有する二重国籍者は外国人として扱われた。日本の多重国籍者数については、 1984年、昭和59年の改正国籍法の施行前に、ついては未調査で、1985年、昭和60年当時は、年間約1万人程度、その後増加し1992年、平成4年には2万人、程度、2002年、平成14年では、約3万3千人を超えている。1985年、昭和60年から2002年、 平成14年までの数の総計は約40万人であり、2008年、平成20年の国籍法改正の時点の集計では約58人である。日本にはアメリカなどと違って市民権獲得や帰化時には何の中世宣言もない。アメリカ、イギリス、フランス、デンマークなどの国々では法律上大統領など一部の公職以外の政治家の二重国籍を 容認している。二重国籍者に非選挙権を認めていても在住期間に規制が設けられている国もある。政治家に多重国籍を認めていない国では就任後に辞任や解任の例がある。日本では日本の実情の非選挙権についての解説にもあるように日本国民が選挙に立候補して公職に就任することについて 公職選挙法上外国国籍を有することによる制限はない。ただし、外務公務員に関しては、外務公務員法第7条第1項の規定により、外国の国籍を有することは、結核自由となる。ヨーロッパのサッカー一部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を開けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる。 ブラジル代表経験のある有名選手を例に挙げると、ロマーアリオは、オランダ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロス、ジエゴ・ダ・シューバ・コスタラは、スペイン、カカヤ・エジ・ミューソンは、イタリアの国籍を取得している。なお、EU 域内のいずれかの国籍を有していれば、規定により、EU 域内のどの国のクラブでも外国人とは、みなされない。ただし、これらの選手が、 もう一方の国籍の選手としてプレーすることは原則認めていない。一例を挙げると、ロマーリオがオランダ代表としてプレーするのは不可能である。しかし、年代別代表選出経験があっても、フル代表選出経験、親善試合は対象外がなければ、もう一方の国籍のフル代表としてプレーすることは可能である。例として、ティアゴモッタは、 U-23 ブラジル代表に選出されているが、フル代表はイタリアを選択している。この場合、モッタがブラジル代表としてプレーするのは不可能となる。韓国では科学、経済、文化、体育など特定分野で非常に優秀な能力を保有するもので、韓国の国益に寄与すると認められるものに限り、認められる特別帰化制度がある。特別帰化で、 韓国籍を取得した外国人は成人後も多重国籍であることが特例として認められる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。